はい、デュエルマスターズエピソード3、ウルトラビクトリーマスターを今日は 1,2,3,4,5,6,7 パック開けていきたいと思います。では1パック目、さあそろそろビクトリー来てほしいところでありますが、火炎特攻弾、斬撃と防衛の矛盾。はい、2パック目、パッチギをブータンポップのモードチェンジ、そしてテラフォームが、テラフォーム出まくってます。あ、やべ、カード切ったか、これ危ない危ない。インガイヌハッカー、インガイヌハッカー出すぎやろ。はい、何パック目でしたっけ。はい、ガッツリガッツマン、ワカメジール、カイザープリンセス。はい、もう諦めるか、これはもう無理だわ、俺ビクトリー当てられんわ、もうやめるわ。もうプリン、アイス、パッチギ、まあしょうがないっすね。はい、残り2パックです。まあ、また買えたら買います。はい、わあ、黒幕、そしてラブパレード。はい、スーパーアップ、黒幕2枚目が出た。はい、まあラブパレードもレアなんでしょ、ですけど、デシュって言いましたね、すいません。はい、ラスト、火炎特攻、ファミリアキナコ、デスタロッサ。これいい結果なのかな、普通の人だったらすげえいいと思うんだけども、2枚目なんですよね。まあいいや、取ってこう。はい、ゴッドノバですね。あとカイザープリンセスで、次が100円ドラゴン、1,2,3,4,5,6 パック開封するので、まあご視聴ください。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。